どうも、アストロ&バードフォトグラファーエニフです。昨日だったかな、ハッセルブラッドがですね、こちらの X1D250C という、これ5000万画素の中盤ミラーレスになるんですけれども、こちらをね発表しました。僕はですね、前々からそのもっとねセンサーサイズのでかいカメラが欲しいと、中盤とかそういうものが欲しいとは言ってるんですけど、ただね、実際買おうと思うと一台一台のね、値段がものすごく高いですし、手が届かないではいるんですけど、これがね、調べてみるとちょっと気になったところがあったので、そこら辺を話して、あとはね、センサーサイズがでかいっていうことは、理屈の上ではですね、こういうところがいいんだよっていうね、部分について語っていこうかなと思います。それではですね、よろしくお願いします。で、このね、ハッセルブラッドの X1D シリーズなんですけど、僕はね、1回だけ触ったことがあります。それが昨年の東京出張で、空き時間がねありましたんで、いくつかカメラ店寄ってきたんですけど、でそのうちの一つなんですけどね、こうエレベーターで上がっていくとですね、2階、いきなりね目の前にハッセルブラッドのそのカメラがね置いてあったんですよ。で思わず、あ、これは触っとかなきゃと思いまして、ちょっと触れてきたんですけどね。それの、進化系が、こちらということです。基本的には画素数は据え置きなんですけど、カメラ部分がですね、進化しているということで、連写速度が上がっていたり、あるいはレスポンスがですね、良くなっているということです。そこら辺のね細かい進化はあると思うんですけど、特にね、僕が注目したいのは、中盤はとにかくね天体写真で使いたいと思っていますんで、そこにね、効いてくる部分です。でまずはですね、ちょっと調べてみると、こちらのカメラね、どうやら16ビットローでの記録にね対応しているということなんですよ。で確かにホームページを調べると、途中ね16ビットローを記録できますよということが書いてありますので、いやこれはね何と言っても大きな魅力かなと。富士フィルムのね、5000万画素の方は、1億画素の GFX100 は16ビット対応なんですけど、その前のモデルとかは確か14ビットでしたよね。その部分がこのハッセルの方のね、魅力になってくるかなと思います。であとはですね、質量が 650g ということで、歌い文句の一つにですね、軽量コンパクトというところがあります。でこれはですね、別に天体で使うんだったら少々重くなってもいいじゃないかと思われるかもしれないですけど、別にねスナップみたいに持ち運んで使うわけじゃないから、どうせね機材をこのどっしり構えて撮影しますんで、別にそんなに気にされない方もいらっしゃいますけれども、どうしてもですね、重たいカメラってたわみとかの原因になるんですよ。特に望遠鏡とかで撮影しようとした時に、後々ですね肩ボケとかで泣きを見ることがあります。だからできればそういうたわみとかを除去するためにも、カメラっていうのはね軽い方がいいんですよ。できれば軽いに越したことはね、ないんですよね。だからこの16ビットローで記録できるっていう点と、軽量コンパクトに作られているという点、この2点はね天体写真でもかなりね、大きいかなと思いました。ぜひね、そういうところからもね、使ってみたいなとは思うんですけど、値段はね確かにハッセルブラッドにしたらね、頑張ってるとは思うんですけど、5750ドルということで、日本円に直すと70万ぐらいになるんですかね。だからちょうど GFX50 の、50S か、あちらと同じぐらいにはなってくると思うんですけど、ちょっとね自分の手には残念ながらね負えないかなと。何年か経って、中古が出回り始めたらという感じにはなると思うんですけど、ただ16ビットローに対応している5000万画素中盤ということで、覚えておこうかなと思います。でちょっとね光学系の方も調べてみたんですけど、このカメラに適合するのがね X マウントレンズっていうね、ハッセルの X なんですけれども、
成形写真で良さそうなのがね、21mmF4 だから、換算で 17mm 相当なんですけど、まあ、地上景色と星空部分、まあ、例えば天の川とかを広く切り取るのに良さそうかなと思いました。ただまあレンズ1本1本がね結構お高いですし、まあ、静野写真とかになるとまだ実力的に未知数なところもありますんで、まあ、高いレンズだからねいいとは思うんですけれども、まあ、そういうこともあってね、もしこのシステムで天体撮影するなら、あのボーグの 90FL とかね、あそこら辺買ってみたいですね。どうかな、あの T リングがねあるかどうかちょっとわからないんですけど、この X マウント用のね、あの今年発表されました新型レデューサー、中盤対応のレデューサーと組み合わせて、まあ、撮影したいなと思いますね。90FL だったらですね、まあ、中古とかだと、まあ、15-20、込み込みね、セットで手に入ることもあるようです。で、まあ、レデューサーね、あの補正光学系なんですけど、それだけで20ぐらいするんですけれども、まあ、全て合わせても35-40ぐらい。まあ、それだったらね、あの中盤用の光学系としては、まあ、まだね、安い方です。絶対的には高いけどね。まあ、それと、今回出てきたカメラっていうね、ちょっと夢を見ているところです。でね、あの同じ防具でね、例えば考えてみると、あの最近リニューアルされた 72FL ってあるじゃないですか。でそれにフルサイズ用レデューサーというものがありまして、まあ、そちらもねもう実績十分なんですよ。でまあ、あの画角があちらもだいたい同じ、288mm、 あそうだ言い忘れたけど、中盤の新しいですね、その補正光学系っていうのがあの F4 になります。でまあ、あの中盤なので、換算するとですね、だいたい280-90mm ということで、まあ、だいたいですねこの2つのシステムっていうのは、まあ、アスペクト比は違いますけれども、あの画角的にはね、似た感じになってきます。まあ、だからあの単純な比較はできないんですけど、ほぼ同じ価格っていう風にね、捉えてみると、あの中盤の方にやっぱりねいくつかメリットがあるんですよ。でまずメリットその1、明らかにですねセンサーサイズでかい方が望遠鏡のねその前玉の部分の口径がね大きくなってますよね。フルサイズの方は 72mm、 中盤の方は 90mm ということで、それだけ集光力が上がっています。そしてメリットその2、まあ、ちょっとね、具体的にフルサイズのカメラを EOS の 5DS にしてみましょう。まあ、同じね、5000万画素というところで考えてみます。そうするとですね、画素ピッチが同じ画角であるにもかかわらず広くなってるじゃないですか。まあその2つのメリットからそれだけ強く強調できるっていうことがね、予想できますよね。まあ実際ちょっとね取り比べてみないとわからないところもあると思うんですけれども、まあ理屈の上ではですね、あの光景がでかくて、ガスピッチが広くなってるってことは、あの SN 比はね、絶対上がるはずです。まあもちろんですね、あの強調できるからといってそんな大差の出ないね、天体もありますし、あの写真自体もですね強調一辺倒ではありませんから、直ちにですねあのいいというわけではないんですけど、それでもですね強調できないよりはできた方がいいじゃないですか。まあ、だからこれからの時期で言えばね、あのバンビとかだとあんまりですねあのメリットっていうのはね感じないと思うんですけど、IC1396 とかあの辺になってくるとちょっと差が出てくるかな。でさらに季節が進んで、まあ、冬のね、星座とかが上がってきて、あのオリオンの三つ星付近とかをね切り取ろうと思うと、あのだいぶですね中盤とフルサイズで差っていうのがね、出てくるんじゃないかなと予想できます。まあ、あの 72FL とねその 5DS の方も、まあ、どちらもねあのすでに実績がありますし、確かにねそれで撮られた天体写真いいのは分かってるんですけど、そのさらにね一歩上を行けるっていうことで、まあ、90FL とねあの中盤のシステムっていうのは、まあ、僕はねあのずっと気にはなっているんですよね。まあなかなかね、手は出せないですけれども、まあ、いつかはですねあの星雲とか星座をね、まあ、あのクローズアップっていうよりはやや広めに撮るっていう感じですけど、まあ、そのシステムとして導入はしてみたいなと思ってはいます。ただまあまだまだねそのカメラ1台がおそらく日本だと60-70万ということでお高いですし、まあ、なかなかね、導入はできないんですけど、あの富士フイルムがね、GFX50R ね発売した時もうちょっと安くなるんじゃないかなと、まあ、40万ちょっとぐらいでねあのスタートするんじゃないかなと甘く見てたんですけど、あの実際発売されてみるとまだ現状ちょっとお高いですよね。
だからね、時々噂になるソニーの新マウントってあるじゃないですか。まあ、結局ね、あの噂に過ぎないからすぐ立ち消えてしまうんですけど、もしねソニーが中盤カメラを発売するんだったら、その新マウントでね発売するんだったら、もう少し安いものがね期待できるんじゃないかなと。まあ、なぜかっていうと、あのメーカーはセンサーを自社生産できるじゃないですか。まあ、他のメーカーは多分ソニーから買い取って、まあ、そこからねカメラを作ってますんで、どうしてもちょっとねプラスアルファっていうのがあると思うんですよ。ちょっと値段が上がってしまうっていうのがねあると思うんですよ。まあ、そこら辺ソニーだったら、あのアルファ7みたいなね中盤出してちょっとね値段抑え気味のやつがあれば、まあ、嬉しいかなとは思うんですけど、ただまあフルサイズミラーレスがねすごく成功していますから、まあ、可能性はすごい低いとはね、と思ってるんですけど、いずれはそういうカメラが出てきたら中盤にね、あのぜひとも移行していきたいなとは思ってるんですけどね。まあ、特段あの D810A にねあの不満があるわけではないんですけど、やっぱり理屈の上で、センサーサイズでかくなれば SN っていうのはどんどん向上していきますんで、まあ、そういったところもあってね、あの発表されるたびにすごく気になっています。まあ割とね、僕しつこくずっと中盤言ってますけど、繰り返し言ってたらね、いつか空から降ってこないかな。いや、まあそんなことはないけどね。まあ、ということで、なんか最後はですね、中盤で撮る天体写真のね、そのシステムについてちょっと熱く語ってしまいましたけれども、まあ、ともかくね、今日は X1D250C という、まあそういったカメラが出てきたよというお話でした。まあ、あの非常にですね、16ビットローで撮れるなど、これ自体にも魅力がありますし、まあ、いずれはですね、そういったシステムに手を出していきたいなとは思ってるんですけど、まあ、なかなかね、難しいところもあります。ということで、今日はこれぐらいでね、お話を終わりたいと思います。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。